ということで、今回はハッシュタグうちやでお悩み相談室ということで、 YouTube チャンネルみそおチャンネルの公式 Twitter の方で募集いたしました、皆さんの質問に答えていくというコーナーなんですけれども、すごいみんなたくさん送ってくれてありがとうございます。あ、結構あのみそののメイク動画見たいっていうの来てますよ。あともう一個歌ってみた動画、こちらの方もねすごくリクエスト多いですね。それこそさ、いつも言われるのがさ、こうまつげね、こうやってファンはさ真似したいですとかさ、まつげ長くて羨ましいですとかさ、自まつげ、まあ今もう自まつげの人いい日やみんなまつエクとかさ、でもこれ自まつげなわけよ。でこういうのとかもさ、まあ、長いからできるしさ、まつげがで、まあ普通のメイベリンっていうまつげのマスクは使ってるんですけれども、なんかあれよね、だからそのファンの子はこうやってこうヘアメイク動画見たいとか言ってくれるけど、結構エゴサーチしてると何みそのまつげみたいな、まつげの方が気になってニュースの記事の内容入ってこうへんとかみそのヘアメイク下手すぎて笑ったと か、 なんか結構バカにされてるんですよね、うちのアイメイクっていうか。だからあんまりうち的には YouTube でそのメイクしてるとこアップしたところで、うちは再生回数伸びないと思ってるんで、あんまやりたくないんですよね。京都組員みもらみゆきちゃん、あ、お姉ちゃんとツーショットもね、写真アカウントにしてますね、ありがとうございます。お悩みじゃないけど、いいんですよいいんですよ、お悩みがない方がいいですから。人生は京都に行った時よく行くところ、昔よく行ってたところ、好きな場所教えてください。キラクとドーハチ以外知りたい。そうね、やっぱファンにはね、もうファンがみんなキラク行ってくれたりドーハチ行ってくれたりしてますよね。あとなーろー、あ、うちのおかんがエステのオーナーなんですけれども、これマジで宣伝したいとかでも何でもなくて、幸田姉妹をが、まあ、いつ帰ってきた時にいつでもケアっていうかフォローっていうかサポートできるようにって言って、お母さんが急に勉強し始めて、試験とか受けに行ってくれて合格して、あのもういつでも娘のそういうフェイシャルとかができるようにしてくれたですね。まあ最高の親じゃないですか、まあ、生まれ変わってもこのおかん、お父の子供でありたいし、こんなに最高最強な親はいないと思っているし、こんなお母さんとお父さんみたいになりたいなとも思ってますし、っていうぐらいもう素晴らしい親なんですよ。もうどんだけもうヘッドバンキングしすぎて肩首痛いとか、めっちゃ足むくんでるとか、寝れへんとかで行くんですけど、もう爆睡してしまったりっていうぐらいなんで、あの本当におすすめでございます。うわ、でもなんかこれ読んでるだけでなんか、兵庫組員セリンニャンじゃなくてセリニャンか。ミームが YouTube とかほんまに嬉しくてすぐ登録しました。いやこれさ嬉しい、なんかさ、やっぱ YouTuber の方ってさ下に見られてるの、一般の方々やのに、すごいな、すごい職業やな、職業自体もすごいと思うし、そしてそれを毎日撮って編集してアップしている YouTuber の皆さん、すごいなってまず尊敬。なんかみそのが YouTube チャンネル始めててワロタみたいな、要はちょっとモノマネ。早速質問なんですが、彼氏が写真とか撮るのが嫌いで、一緒に撮ってもなんか楽しくなさそうてか嫌そうな顔するんです。私的には記念に残したいのでいっぱい撮りたいんですが、そんな彼といい写真を撮るにはどうしたらいいのですか。いやもう彼と一対一で話し合いたいよね、それしかもうないよねこれでもさ、うちが彼氏側かもしんない。結構のすけが写真を撮ってくれたり、あとまあ撮り方もうまいし加工もうまいから、のすけがすごい可愛いこと言ってくれるんですけど、やっぱりこうみそのとの写真最近撮ってないって言って撮ろうって言ってきてくれたり、あとまあ勝手に面白いのを撮っといてくれるから、まあすごいいい家族だなと思ってるんですけど、うち的にはもう撮るのも撮られるのも嫌いだし、自分から撮りたいって言ったことがあんまりなくて、で友達とかもなんか最後集合写真撮ろうとか言ってくれてるけど、結局うちはすっぴんやったりとかするから、あこれ NG でとかってすごい言っちゃうから、逆に友達とももう全然撮らなくなって、自分は結構こう実はちょっと彼氏側なんでどうしたらいいの
そんな彼といい写真を撮るにはどうしたらいいって書いてあるから、いい写真ってことはやっぱインスタ映えみたいな写真を一緒になんかインスタスポットで映えスポットで撮りたいってことなのかな。でもさ、なんかアップしたらアップしたでさ、何リア充アピールですかみたいな、なんか自慢ですかとか言って言われるしさ、一人アピールしたらさ、なんかかまってちゃんとか、もううちほんと言われるけど、メンヘラとかさ、出ましたみその劇場みたいなこと言われるんやけど、なんかいいことないんだよな。とりあえずまああれじゃない、わからん、これに当てはまるかわからんけど、うちは付き合った時の定義というかルールというか、自分が冴えて嫌なことはしないっていう。例えばじゃあ彼が写真撮られたくない、撮りたくないって言うんだったらもう撮らないっていうのが、なんかいい女っていうかいい彼女な気がするんですけど、で自分がされて嬉しいこととかをしたりとか、まあ基本的にはやっぱ相手が嫌だって思うことはしないことだよね。で撮ったとしても楽しくなさそうやねんから、もうすごいこの人に対してすごい長めに喋ってるけどさ。じゃあラストにすごく答えやすい質問いきたいと思います。トナカイのベンチプレスさん、デイアフタートモローのメンバーと仲いいですか。はい、仲良くないですということで、終わりたいと思います。仲良くないっていうか、あれだよ、連絡先を知らないっていう、別に仲悪いじゃなくて、仲いいって、仲いいの定義がうちの中でイコール連絡先を交換して、ご飯行ったりする仲が仲いいとしてるんだけど、でもまあ素晴らしい作家お二人と組めたことを3年間、そして3年間本当にいい曲、メロディーって言われる歌が歌えたことを本当にとても感謝しておりますし、別にこれを悪く捉えないでほしいというか。はい、ということで今回のサイン入り私物なんですけれども、前回と引き続きですね、このみその助用に自分たち用に買ってった帽子なんですけれども、後ろのやり方が分からずかぶれないやんということで、本当はね皆さんにかぶってもらいたいんですけれども、あの今回はまあ飾っていただくようで、こちらの方をプレゼントさせていただきます。前回こっちだったんで、今回はこの色違いでこちらの方に、1名様に、お送りしたいと思いますので、こちらの方もですね、公式ツイッターの方で、やり取りしておりますので、公式ツイッターのフォローもよろしくお願いします。応募内容詳細はコメント欄にて書いてありますので、そちらの方をご覧ください。ということで以上みそのチャンネル内屋でお悩み相談室でした。またよろしくお願いします。